はいえー、ただいま1月1日の夜ですね。 えー、石川県能登半島沖の震災ですね、えー、震度7を記録しているということで、に当にこう今、夜の中で、ね、避,難所避難所に逃げられている方とか、まあ、ちょっと瓦礫の中で、ね、今、大変な思いをされている方、でツイッターとかいろいろな形でですね、えー、今、こういう状況なので助けてくださいとでいすごくこうサポートも入られていて、で今、私たち、まあ、遠くに、ね、その地域から遠く,に遠く離れている私たちが何ができるかというところで、ぜひこう全部この素粒子で周波数 でであるので私たち遠くのねいる方々私たちがぜひ安心の周波数とさらにはその実際にその自分の家族とか大切な方がその地域にいらして今大変な状況にいるといった場合にその人たちに対しての思いを 頑張ってね、大丈夫だからねってとあと安心の周波数をですね、ぜひ広げていっていただければと思います。ご無事でありますようにとかね、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう、こう、祈るような思いをですね、響かせていっていただければ、やっぱり祈りも科学的にこの数値が全然変わってくるっていうのもね、あのー、ランダム変数系でこうどんどん変わってくるというのもありますので、本当にこう、私たちが、 安心の周波数をですね、ニュースを見ると、うわ、やばいってこう思ってしまうんですが、そこのやばいって言うと波をまた荒,荒らしてしまいますので私が、私たち安心な領域にいる人たちはぜひですね、大丈夫だよ、大丈夫だ、ね、ご無事でありますようにって、この安心の響きが広がっていって、えー、深呼吸できるような安心な場所にね、こう落ち着いて、落ち着いてっていうところをぜひこう響かせてあげることが、 この、その地域の方々の響きもゆっくり穏やかにこうしていきますので、えー、遠くにね、いる我々が何ができるかって言ったら、もう、あのし、物資をね、送,り送るとか、こう、サポートに入ることも重要ですし、まずは、安心の周波数、響きをですね、ぜひ響かせていっていただければと思います。で、本当にその地域の方々、今ね、あの、避難されている方々が、一刻も早く普段の日常生活に戻っていただけますよ。そして、日常、今ですね、こう、安心でいられる私たちの、 この安心の領域を本当にこう感謝に響かせていってその現地の方々に安心の響きが広がっていくようみんなでみんなでう大丈夫だよ大丈夫だよ本当ね無事だよ大丈夫だよっていう響きをですね響かせていっていただければと思います。でそうやってこう日本中の地球中のね皆さんの意識が安心周波数を響かせていっていくことによって 地球の次の,次の波を打つ物質化現象が変わっていきますので、ぜひ心安心領域を響かせていっていただければと思います。では、えーね、このみんなでのサポートの響きが、えー、多くの方々の安心領域に響かせていくよう記念しております。ご無事でありますようにお祈りしております。<laughs>